国内軍の軍旗国内軍の万象怒り国内軍のシンボルの一つでポルスカ・ウォルコシカの頭文字を図案化したものである。国内軍は第二次世界大戦中のポーランドで活動したナチスドイツの占領軍に対する抵抗組織である。1939年に編成されたポーランド勝利砲士団を禁言としている。1942年2月には武装と総連合が形成され、 続く2年間ポーランドの他の地下組織を統合し、赤軍がポーランド全土を占領して、ドイツ軍が排除された1945年1月に解散した。国内軍は40万以上の構成員を有する、ポーランド最大かつ、大戦中の世界で2番目に大きなレジスタンス組織であった、ポーランド地下国家として知られる、ポーランド亡命政府指導下の文民抵抗組織と連携し、 国内における武装抵抗運動を展開した。国内軍の主な行動は、ドイツ本国から東部戦線に向かうドイツ側輸送機関へのサボタージュ、及びドイツ軍に対するゲリラ攻撃である。1943年から1944年の嵐作戦では、多数のドイツ軍部隊を足止めした。国内軍を指揮するポーランド亡命政府は、ソビエト連邦が支援する、 ポーランド国民解放委員会と対立する関係にあり、ソ連からは適正組織とみなされていた。そのため、残党の一部は解散後の1950年代後半まで大祖抵抗運動を展開し、呪われた兵士とも呼ばれた。カラシェビチとカジェフスキ国内軍の母体は、ドイツのポーランド侵攻末期の1939年9月27日に、 ミハウカラシェービチトカジフスキ中将が設置したポーランド勝利奉仕団である。7週間後の1939年11月17日には、亡命政府首相兼軍最高司令官部はディスワフ、シコルスキ中将の命令によって、武装闘争連合となり、さらに2年後の1942年2月14日に国内軍となった。ポーランド国内には他にもいくつかの抵抗組織が存在したが、 その多くが国内軍に合流した。合流した組織には国民軍事組織、国民同盟、国民軍、農民大隊、人民防衛隊などがある。一方、国内軍に合流しなかった組織としては共産主義者が組織した人民軍が知られる。ステファン・ロベツキ少将が最初の国内軍の指揮官となった。ロベツキが1943年に逮捕されると、 タデウシ・コモロフスキ少将が後を継ぎ、さらに、コモロフスキが1944年9月に逮捕された後、レオポルト送りツき巡将が終戦まで組織を指揮した。国内軍は、その活動機関を通じて、数多くのドイツ軍及び警察部隊に対する襲撃、鉄道輸送網の破壊などのサボタージュ、及び隠し情報活動を行った。また、ドイツ側が、 ポーランド市民に行った防戦への報復として、ゲシュタポ交換の暗殺計画なども指揮した。国内軍による諜報活動は、連合国に様々な情報をもたらした。例えば、V-1、V-2 爆弾、ドイツの強制収容所についての情報などである。特に重要な国内軍による諜報作戦としては、ビッグ、連計画を釘付けにした。 1945年1月19日、ソビエト連邦との武力衝突と内戦を避けるために、国内軍の公的な解散が宣言される。しかし、実際には、多くの部隊はその後も抵抗運動を継続した。ソ連及び、ソ連に支援された、ポーランドのポーランド国民解放委員会は、ロンドンのポーランド亡命政府と対立する立場にあり、これに指導される。 国内軍等の地下組織も排除するべきと考えていた。後に、ポーランド統一労働者等の初期長となる部はディスワフ、ゴムーカは、国内軍について、国内軍の兵士は慈悲をかけずに除去すべき抵抗組織だ。と述べており、ポーランド労働党の政治局員、ロマン・ザンブロフスキは、国内軍を絶滅しろと語っていたという。 ソ連の脅威に対する部局としては1943年秋に NIE が設置されていた。この時点では、ポーランド亡命政府はルブリン政権との話し合いで決着をつけられると考えており、NIE に与えられた任務も武力闘争ではなく情報活動の指揮であった。1945年5月7日に NIE は解散し、国内軍事代表団となった。 代表団は1945年8月6日に解散し、ポーランド領内での抵抗運動を停止した。戦後モスクワにおける国内軍指導者の公開裁判1944年7月に結成されたソ連の傀儡政権であるポーランド国民解放委員会は国内軍に対する司法権を放棄し、ソ連の内務人民委員部に類似した性格。 終戦までに6万人の国内軍の兵士が拘束され、うち5万人がソ連国内のラーゲリへと送られた。こうした兵士のほとんどは嵐作戦などの対独放棄の最中にソ連側が逮捕したものであった。その他、恩赦を約束されながら公職復帰を試みた後に改めて逮捕された者もいた。解放委員会が政権を確保した後の数年間、こうした国内軍に対する 裏切りが続き、やがて国内軍兵士らは、共産政府への不信を高めていった。その後、国内軍に、自由と、独立という部局が設置された。ウィンの任務は、国内軍兵士の社会復帰支援であったが、共産政府による、迫害の最中では、いくらかの非合法活動も行われた。ウィンは、国内軍の元兵士のための書類偽造や、戦争被害者らへの援助のために、 多くの活動資金を必要とした。しかし、共産政府及びソ連当局によって、その他の抵抗運動とともに敵対組織と指定され、資金供給を断たれて力を失った。1945年後半、NKVD がポーランド国内での抵抗運動取締りのために、設置したポーランド公安省は、ウィンや国内軍の指導者らに対して、国内軍兵士の特赦を約束し、 それと引き換えに国内軍やウィンの内部情報を手に入れた。間もなくして数千人もの国内軍及びウィンのメンバーが逮捕され、組織は無力化された。1946年秋、国民軍の兵士100名から200名が当局に虐殺された。1947年、共産政府軍のある大佐は、レシュにはまだ残っているものの、テロリスト及び地下政治組織は、 今や脅威ではないと宣言した。1952年、ウィンは解散を余儀なくされた。国内軍への迫害は、ポーランド共産政府のスターリン主義者の大きな目標の一つであった。1944年から1956年の期間、およそ200万人が逮捕され、2万人が殺害された。殺された者の中には、アウシュビッツ収容所の生還者、ビトルト・ピレツキが含まれる。 これに加えて600万人のポーランドの市民が国家による調査に抵抗したとして反動的もしくは犯罪の要素ありと分類された。その後、1956年の大社により3万5000人の元国内軍兵士が釈放された。国内軍のモニュメント、ポーランド、そことその一方で農村部に残存していた一部のパルチザンにはコミュニティを再建する気がなく、 あるいはできない状態でいた。彼らは呪われた兵士として知られるようになる。スタニスワフ・マルヘフカは1957年に、最後の国内軍のパルチザン、ユゼフ・フランチャクは1963年に殺害された。この時点で終戦から約20年が経過していた。それから4年後の1967年、国内軍の兵士でイギリスで訓練を受けた特殊部隊チホチェム2の 元隊員アダム・ボリチカが釈放された。ポーランド共産政権の崩壊まで、国内軍のメンバーは秘密警察による監視の対象にされていた。共産政権崩壊後の1989年、ポーランドの裁判所は、共産政権時代の国内軍兵士に対する判決が無効であると判断した。国内軍の規模が最大となったのは、 約40万人の兵士を有した1943年から1944年の夏にかけての期間である。1944年前半、AK の構成員の人数は25万人から40万人程度を推移し、上級幹部1万人程度を含めると、平均的には30万人程度であった。同調者は非常に多かったが、実際に戦闘に参加した。 構成員の数は多くなかった。国内軍はポーランドにおいて最大の抵抗運動であり、同時にユーゴスラビアのパルチザンに次ぐ世界で2番目に大きい抵抗運動組織であった。戦時中の死者は3万4000から10万人とされ、戦後の犠牲者と投獄者が2万人から5万人とされる。国内軍の実行部隊は、たくさんの部隊により構成される作戦司令部である。 他のポーランドの地下組織の軍のほとんどは国内軍に合流した。これは以下のものを含む国内軍に参加することを拒否したグループで最大のものが共産主義者が組織した人民軍であった。この組織は1944年に3万人の人数がいた。AK はそれ自体組織的に16の領域の部門に分けられ、さらに89のインスペクターツに細分された。 これはさらに278の地域から構成された。総司令部では国内軍の主任部は行動を起こすための準備とドイツの支配が終わった際に勝利まで武装反乱を起こすことと定めた。その段階ではロンドンにあるポーランドの亡命政府の代理によるポーランドにおける統治能力の奪回を考え亡命政府がポーランドに戻ることを想定した。上記の地域別区分のほか。 国内軍は、編成、情報、情報、作戦、訓練、輸送、通信、情報、プロパガンダ、資金の七部門に分割される、国内軍関連の組織として、以下のものがあった。ワルシャワ放棄での国内軍の司令部、左から二番目が、タデウシ・コモロフスキ、いずれの遊軍からも1 0 0 0トル以上の距離がある、敵の占領地で作戦を行う秘密軍組織である、ため、 国内軍は武器や装備など軍事物資の確保に関する特有の難問に直面する。国内軍はこれらの難問を克服し、十分な装備を整えた何万もの兵士を戦場に送ることができた。それでも主力は軽装の不評であって、砲兵や戦車部隊や航空戦力による支援などは到底期待できるものではなかった。これらの軽不評部隊の装備は雑多な価値が混在しており、 大抵は部隊の一部のみを武装させることしかできなかった。それとは対照的に彼らの敵であるドイツ軍及び同盟国の各軍は潤沢な武器と弾薬の補給を受け常に十分な火力支援を得ることが可能であった。ドイツ軍は国内軍に対する優勢な情勢下で破壊の限りを尽くした。この破壊は実行中の作戦に大きな制限をかけた。 国内軍の武器と装備は主に4つのルートで手に入れていた。1つ目は1939年のポーランド進行時に撤退するポーランド軍が引得した武器。2つ目はドイツ軍及び同盟国の各軍から購入もしくは捕獲した武器。3つ目は国内軍自体が密造した武器。4つ目は連合国の航空機から投下された武器である。 1939年に引得された装備から、国内軍は614丁の銃機関銃、1193丁の軽機関銃、33,052丁のライフル、6,732丁の拳銃、28門の携帯戦車野砲、25丁の対戦車ライフル、43,154発の手榴弾を獲得した。しかし、 戦闘の混乱の中では単に埋めることしかできず、保管環境の悪さから大部分の武器はすっかり腐食していた。これらの武器は1944年の嵐作戦の準備に掘り出されたが、30%のみが利用可能であった。ドイツ軍兵士から購入した武器は草の根レベルの取引であった。購入は個々の部隊により行われ、時には個人レベルで行われた。 ドイツの勝利の可能性が減り、ドイツ軍の士気が低下したため、武器を売りたいという兵士の数は次第に増加し、この購入源は次第に重要となった。そのような購入は高いリスクもあった。ゲシタポは闇市場における武器流出を気にしており、おとり捜査によりそれらを確認しようとした。これらの取引のほとんどは個人装備に限定されていたが、稀に景気感重や 銃器関銃を手に入れることができた。ポーランドに駐留したイタリアやハンガリーの部隊との交渉はもっと簡単であった。彼らがドイツ軍にその取引を隠せる状況であるなら、ポーランドの地下組織に武器を喜んで売っていた。ワルシャワ放棄でのナポレオンスクエア。写真のヘッザー駆逐戦車は国内軍に露獲されたもの。ドイツ軍から兵器を露獲する際。 国内軍はしばしば前線や各地の検問所及び憲兵詰め所に装備品を送り届けるドイツ軍の輸送列車を襲撃した。時には街に立っている個々のドイツ兵から武器を奪った。ワルシャワ放棄では国内軍はドイツ軍の戦車を捕獲している。武器の密造はドイツの軍事工場のポーランド人労働者たちが秘密工場にと行った。この方法で国内軍は短期間銃や拳銃、 火炎放射器、爆薬、地雷、手榴弾を手に入れた。数百人がこの密造に関与した。最後の入手方法は、連合国の航空機による投下である。これは、魅力的で役に立つ装備。例えば、プラスチック爆弾、対戦車兵器を手に入れる、唯一の方法であった。第二次世界大戦中、連合国は600.9トンの物資を485機の 航空機によってポーランドへと投下した。これらの作戦中70機の航空機と62人の人員が失われた。また、連合国は装備とともに亡命ポーランド軍がイギリスにて編成した特殊部隊地ホチェム2の316人を落下山で降下させた。ただし、ポーランドはイギリス及び地中海の基地から大きく離れており、また政治的な支援が熱心に行われなかったため、 これらの空輸は、フランスやユーゴスラビアの抵抗運動に対する支援に、比べると、極めて小規模なものであった。1942年2月、国内軍の情報及び宣伝局の作戦指揮官は、ユダヤ人問題に関する部門を立ち上げ、ヘンリック・ボリンスキの指揮下に置いた。この部門は、ユダヤ人の状況に関するデータを集め、レポートを作成し、ロンドンに情報を送った。また、 この部門は、ポーランドとユダヤ人の軍事組織の間のコンタクトを管理した。また、国内軍は、ユダヤ人に対する支援組織も創設した。国内軍は、その指揮官に、ユダヤ人を少数しか受け入れなかった。これは、ユダヤ人はナチスに簡単に認識されることが原因で、通常ユダヤ人の志願者を断っていたためである。国内軍の一員だったビトルトピルツキは、 アウシュビッツビルケナウ強制収容所に投獄されることを志願した唯一の人間であった。彼が集めた情報はユダヤ人たちの運命を西側の連合国に知らせる上で非常に重要なものだったことが判明している。国内軍はワルシャワゲットに60兆の拳銃と数百個の手榴弾、弾薬や爆薬を提供した。1943年のワルシャワゲットを放棄では 国内軍の部隊は、ゲットーの境界の壁を2回破壊することを試み、ゲットーの外の壁近くにおいて、人民親衛隊の部隊と共同で、ドイツ軍の治安部隊に対し、散発的な攻撃を行った。国内軍の部隊の一つである、ヘンリック・イワンスキシ揮下の部隊である、国家治安部隊は、ユダヤ人軍事連合とユダヤ人戦闘機構の、ユダヤ人の戦力と共に、ゲットーの中に入って、 戦闘を実際に行った。一部の歴史家はナチスと共同した国内軍はホロコーストに大きく汚染されていないと述べるが、国内軍のメンバーの犯罪の告発や反ユダヤの暴力がこれらの時代頻繁に生じており、一部の文献は国内軍を反ユダヤ組織として指定し続けている。この問題は議論の対象となっており、難しい問題でもある。アレクサンドル・クジジャノフスキ。 ビルの地区の国内軍の司令官リトアニアとポーランドの間の関係は大戦間の期間にすでに緊張しきっていたが戦争中に対立がさらに激化した。リトアニアとポーランドの抵抗運動は同じ敵、ナチスドイツとソビエト連邦を相手にしていたが戦争中に同盟することは決してなかった。連合を組む際に一番の問題となったものはビリニュスに関連する領土の問題であった。 1944年から1945年までのソビエト軍の再占領後、リトアニアとポーランドの抵抗組織はソビエトの支配に対して協力して活動を開始した。一部のリトアニア人はドイツによる曖昧な自治権の約束を得ており、ドイツの占領期間中はポーランドに対してナチスと協力してことに当たっていた。1943年秋、国内軍は リトアニア人のナチスへの協力者、特にリトアニア秘密警察に対する作戦を開始した。そして1944年の前半のみでリトアニア人の警察官と他の協力者の数百人を殺害した。その報復に1941年から数百人のポーランドの市民を殺害してきたリトアニア警察はポーランド人への締め付けを強化した。これによりドイツの占領下で 低レベルの内戦が起こされた。これは、グリティシケスト・デゥビングエーの村における、ポーランド人とリトアニア人の市民の虐殺で幕を閉じた。国内軍のリトアニアにおける活動の戦後における評価は、議論を呼んでいる。ソビエトの支配下のリトアニアにおいて、国内軍はテロ組織として扱われた。そのリトアニアでの活動は1993年の特別リトアニア政府委員会により調査された。 最近、ポーランドとリトアニアの歴史家は、個々のイベントに対しては異なる見解を持っているが、いくつかの妥協点にたどり着こうとしている。国内軍とソビエトとの関係は、完全に悪化の道をたどっていた。ソビエト連邦は1939年にドイツと一緒にポーランドに侵攻したのみでなく、ドイツのソビエト侵攻後は、ソビエトは亡命政府に忠実なポーランド抵抗運動を、 潜在的な同盟相手ではなく戦後のポーランド支配の計画における敵とみなしていた。1943年6月22日のモスクワからの指令ではソビエトのパルチザンはポーランドのパルチザン相手に戦闘を起こすように指示され実際彼らはドイツ軍に対してより頻繁にポーランド人を攻撃した。同様にソ連軍とソ連秘密警察は 嵐作戦の間もしくはその直後に国内軍に対する作戦を行った。この嵐作戦はポーランドがソビエト軍と共同で撤退するドイツ軍に対して計画した武装放棄でポーランドが自分の領土に対して領有権を主張するために起こしたものであった。しかし嵐作戦の考えのような戦後独立したポーランドが再度登場しないことを確実にするという スターリンの目標は最初から決まったものであった。1943年終わり、国内軍を排除するように指示を受けたソビエトパルチザンの行動は国内軍とドイツ軍の一部の部隊間の不安定で限定的な協調を作り出した。国内軍はドイツを敵とみなし、ドイツに対する様々な作戦を行っていた一方で、ドイツ軍はソビエト軍に対抗するために、 国内軍に武器と物資を提供することを提案し、ノボグルデクとビルノの一部のポーランドの部隊はその申し出を受け入れた。しかし、そのような手配は単に戦術的なもので、フランスのビシー政権やノルウェーのクビスリング政権や近くにあったウクライナの国家主義組織のようなイデオロギー的な結びつきではなかった。ポーランド人の主な動機はドイツ軍の指揮や装備の情報を得て、 必要な武器を入手することであった。ポーランドとドイツの共同作戦に関しては知られていない。ドイツ軍はポーランド人をソビエトのパルチザンのみを相手に戦わせることに失敗した。そうであるため、そのような局所的なドイツ軍との協調のほとんどは国内軍の総司令部により無効であるとされた。タデウシュ・ピョトロフスキはヨーゼフロートシルとの言葉を引用していった。ポーランドの国内軍は 全体的に協力により汚点は生じていない。さらに加えて、全体としての国内軍の誇りは非難されるものではない。1944年、東部戦線の前線がポーランド領内に入ると、国内軍はソビエトとの間の革新性の低い約束を果たした。国内軍はソビエト軍部隊の偵察を助け、暴動を組織し、都市の解放に協力した。それらの後、 国内軍の部隊は拘束され、投獄され、処刑された。ありがとうございます。